リチャード一世は、プランタジネット朝、第二代のイングランド王。ヘンリー二世の三男。母は、アリエノールザキテーヌ。日は、ベレンガリア・オブ・ナバール。生涯の大部分を戦闘の中で過ごし、その勇猛さから、死死神王と称され、中世ヨーロッパにおいて、騎士の模範と称えられたが、10年の在位中、イングランドに滞在することわずか6ヶ月で、 その統治機関のほとんどは戦争と冒険に明け暮れた。父ヘンリー2世には、若、ヘンリー、リチャード、ジェフリー、ジョンの4人の男子がいたが、ヘンリー2世のジョンへの偏愛やフランス王の介入、さらに母、アリエノールの息子たちへの助力もあり、フランス王、支配下諸公を巻き込んだ、不死兄弟間の争いが絶えなかった。リチャードは、母の所領のアキテーヌを分配され、 1183年に若ヘンリーが亡くなるとヘンリー2世の後継者となったが代わりにそれまで統治していたアキテーヌをジョンに上渡するよう父に命じられると兄のように実権がない名目だけの共同君主とされることを嫌がったリチャードはこれを拒絶し反抗したその後一旦父と和解したが支配権をめぐる不満は残り1188年ヘンリー2世と フランス王フィリップ2世の争いの最中の和平交渉中、フィリップ2世がヘンリー2世に、リチャードに大陸側のすべてのプランタジネット計量を相続させ、かねてから婚約していたフィリップ2世のイボアネアリスとすぐにでも結婚させるよう求めるとヘンリー2世はこれを拒否した。するとリチャードは以前からありえないと思っていたことが今ようやく事実なのだと分かったと言い、父の前で フィリップ2世に真珠の誓いをし、公然と父を否定して期待した。1189年に力尽きた父がシノンで病死するとイングランド王に即位した。リチャード一世即位するや、王子の金やサラディン税、軍役代納金だけでは足りないため、城、所領、官職等を売却して十字軍遠征のための資金を集めた。父が得たスコットランドの真珠を、 スコットランド王ウィリアム一世が1万マルクを支払うことを条件に解除し、もし適当な買い手があれば、ロンドンでも売ると言ったとされる。資金が集まると、イングランドにはほとんど滞在せず、1190年の夏に遠征に出発した。フランス王フィリップ二世や新生ローマ皇帝、フリードリヒ一世も、リチャードと共に十字軍を指揮した。聖地へ向かう途中、 シチリアで先代の王グリエルも二世の未亡人である妹ジョーンの扱いをめぐってシチリア王タンクレーディと争いメッシーナを占領しこれを屈服させたこの時のシチリア王との協定の中ではリチャードは後継者を追いで弟ジェフリーの医師アーサーと明記している1191年春母アリエノールがはるばるシチリアまで連れてきた婚約者のベレンガリアと妹の ジョーンと共にエルサレムへと向かったが、途中キプロスでベレンガリアとジョーンが乗った船が難破し、東ローマ帝国から独立していたキプロス大使が身の代金目当てで彼女らを捕らえたため、リチャードはこれと戦ってキプロスを占領し、5月12日にキプロスのリマソルでベレンガリアと結婚した。第3回十字軍はフィリップ2世や新生ローマ皇帝のフリードリヒ一世という、 ヨーロッパを代表する大国の王が参加したが、互いに反目し合ったため、相互の連携は不守備に終わった。フリードリヒ一世は一足先に出発し、すでにキリケアで敵視していた。フィリップ二世とは途中まで同行し、シチリア島でも合流したが、フィリップ二世のイボアネアリストの婚約を正式に取り消し、 ナバラ王三朝六世の娘ベレンガリアと婚約したことなどにより互いに対立が顕著になって、その後は別行動を取るに至った。以降、フィリップ二世はリチャードに対してあからさまに敵対するようになった。1191年7月、フィリップ二世、オーストリア公、レオポルト五世と共に悪ンを攻め落としたが、その際、レオポルト五世が、 自身の功績を誇示し旗を掲げたのを、リチャードの側近が叩き落としたため、レオポルト5世は激怒し帰国している。口実するように、この出来事に遺恨を持った、レオポルト5世は後に帰国途時のリチャードを捉えることになる。悪根降伏時には停戦の条件として、イスラム教徒の市民の身の白金の支払い、キリスト教給士教座に安置されていた、王十字架の返還及び、 キリスト教徒の捕虜の解放などが協約として結ばれていた。だが、イスラム側はこれを延期し続けた。8月20日、リチャードは、IU 部長のスルタンサラーフッディーンの弟との会合に赴くが、そこには誰の姿もなく、捕虜の食費と監視の費用の支出など、我慢の限界に達したリチャードは、イスラム教徒の捕虜2700人余りを処刑した。この時の様子は、海外、 アッカーの処刑に描かれている。エルサレム王国の直国王をめぐっては、全国王で、リチャードにとっては、旧知のギード・リジニャンが王位を主張していた。しかし、エルサレム王女イザベルと結婚した、モンフェラート公コンラート一世が、諸公の指示も得て対立しており、リチャードも、コンラート一世の即位を承認した。ところが1192年、 即位直前のコンラート一世が暗殺され、最終的に、フランス王、イングランド王両方の老いにあたるシャンパー・ニュハク・アンリ二世が、イザベルと結婚して王位についた。ギーはリチャードから、キプロス島を譲渡され、キプロス王として統治することになった。フィリップ二世は、アッコンを占領して間もなく、1191年7月31日には、病気を理由に、自国へと帰っていた。 このため単独で十字軍を指揮し、一年以上イスラム軍と戦ったが、エルサレムに達することはできず、1192年9月2日、非武装のキリスト教徒の巡礼者がエルサレムを訪れることを許可する胸の急戦条約を結び、自らはエルサレムにもう出ることを辞して、キロに着いた。しかし、エルサレム王国はこの後一世紀にわたって存続し、サラディンからは、キリスト教、 と一の騎士と称えられた。フランスに帰国したフィリップ二世は、神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世やジョンと結託し、ジョンの王位三夏を支援していた。リチャードはその陰謀を母から知らされており、帰路を急いだが、途中で船が遭難したため、変装して陸路をたどった。しかし、オーストリアを通過中に見破られ、悪根での屈辱を忘れていなかった。 レオポルト5世に捕らえられ、デュルンシュタイン城に遊兵された。この時ジョンはリチャードが死んだとして大いにつこうとしたが、諸公の指示を得られず断念した。1193年に、レオポルト5世からハインリヒ6世に引き渡されたが、イングランド側が15万マルクもの多額の身の代金を支払うことで決着した。ジョンやフィリップ2世は、リチャードの解放を遅らせようとハインリヒ6世と、 交渉したが、身の代金が支払われると、リチャードは1194年2月に解放された。この時、フィリップ2世は手紙で、ジョンに気をつけろ、悪魔は解き放たれたと知らせたと言われる。解放後はイングランドに戻り、ジョンを屈服させ、王位を回復するが、イングランドは、カンタベリー大司教で大法官のヒューバートウォルターに任せ、その後はフランスで。 フィリップ2世と争い、各地を転戦する。この時期に、ノルマンディ防衛のために、中東の先進の要塞構築技術を取り入れたことで、有名なガイアール城を築く。1199年3月25日、アキテーヌ工業車流で車流城を攻撃中、鎧を脱いでいた時に肩に、クロス棒の矢を受け、その傷からのエソによって10日ほど苦しんだ後、4月6日に死亡した。 41歳であった。リチャードは十字軍中には、後継者を、老いのアーサーと考えていたが、その後アーサーが、フィリップ二世に侵入したことから、ジョンを後継者にしたと言われる。第三回十字軍の英雄であり、中世騎士道の勘と歌われた、リチャード一世は、その在位中イングランドに滞在することわずか6ヶ月で、国王としてその能力を発揮することはなかった。 リチャード一世は、オーヒーベレンガリアとの間には、弱子は、いなかったが、母親が不明の諸子が一人いる。フィリップ・オブ・コニャック・ウェストメンスター宮殿に立つリチャード一世、騎馬像政治的業績より、逸話の多い王であった。イングランド王質問書。ありがとうございます。